劇場前広場の出店どうしたんだ。ふと何か思いついたのかな。劇場前広場ね、とりあえず行ってみっかい。トゥー、さあ、お見つけたぞ優等生やら。出たよ。またお前か。ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ。マジかこいつ。榊場。よくそんな難しい名前覚えたら、榊場って。景品同盟してんの、榊場かいと。今日はこいつがお前の相手だ。お前何ポケモンマスターかお前。してんの、こいつが。やめてくれよ。本当にこいつをやっつけたら、ご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも、何でもおごってやる。本当だね。じゃあデザートもいいよね。おいおい。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあカレーはデザートに入れていいのかな。いいわけねえだろうが。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんな奴の口車に。ご飯。一番やべえタイプのやつじゃねえかお前。最高キャラだろう。よくアメリカの映画とかいいわそんなガキ。こいつを殺したら、あ、クソてめえ、カレー食べてもいいからじゃねえ。めちゃくちゃ強え。なんだそのデブパンチマジで。しょうがねえな。弁当食っておにぎり食ってやるしかねえか。オッケー。おい、いや全然食らわねえ。こいつちょっと集中的にまず片付けたい。ちょっと待てよ、逆だな。あいつやる前にちょっといろいろ雑魚片付けた方がいいな。雑魚がいる状態で覚醒してスーパーサイヤ人になっちゃったら、それがちょっと一番めんどくさそうだ。取り巻きもお前デブばっかりじゃねえかお前。こいつら何人前食うんだ一体。潰れろってお前、なんてこと言うんだお前。危ない。もうギリギリです。ギリギリっすです。なんかそんなやつあったな、なんか昔。なんだっけそれ。決めろ。よし、もう一丁。キー、あと一人。このクソデブお前。はい、アディオスアミーゴ。やっと差し出せ。おお、いいね。意外と戦えるんだね。やばい。なんか食ってる。なんでだお前。普通お前食べ物をいっぱい食べたらな、お前副交感神経が優位になってリラックスするんだぞお前本当は。あ、冷たい。危ねえ。お前あけぼの対ボブサップみたいな、あ、泥仕合になるぞお前。そんなことばっかりさ、潰すなよ俺。あぶね。よしよし、もう使っちまえ。やるしかねえ。おいおい、デブの急所は膝関節だぜ。やっぱ防御力高いな、脂肪のおかげで。これちょっと卑猥じゃないですか。いやちょっと今のはちょっとさすがにないだろう。即死はちょっとダメだろうが。これまさかもう一回あれか。あ、よかった、俺の体力めちゃくちゃ削られた状態で始まるのかと思った。ちょっと待って、これダメなんだっけ。なんでだ、くそ。めちゃくちゃ腹立つわ。てめえ、
てめえは俺を怒らせた。おれ汚ねえ花火だぜ。おいおい、どんだけタフなんだ。お前のパンチなんて全然効いてねえみてえだぞ。さあ榊場、ボコボコにしてやれ。あれ、おい、何ボケっとしてやがる。とっととやれ。お腹が減った。はご飯の時間みたいだよ。え、お友達は帰っちゃったみたいだぞ。おととい来やがれ。おいおい、借金返せお前。こっちのせいだ。借金取りっぱぐれたぜ。いい時間つぶしにはなったな。強キャラすぎるだろ八神さん。よし、一旦事務所に戻るか。ん、またかよお前、もういいって。キムさん、景品同盟の幹部に私の友達投げられてたそうです。八神さんを探していたそうです。もういいよ、俺キムさんはもう縁切ったからさ、もう俺は関わらないことにします。ヤガミ、母さんいたな。せっかくだからちょっとやっていくか。マジでこれもうやめてほしいわ、スウェーが入らないやつ。ふざけんなよ。救急箱持ってねえからな。めちゃくちゃ金かかんじゃねえか、くそ。マジで許さねえぞ、火災、マジで。どげおれ。はあ、腹立つわ。はあ、さっさとメインストーリーを進めましょう。お？黒岩？お前が帰ってくるのを待ってた。少し事務所で話せないか。また任意の事情聴取？次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだとこら。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ、汚いところですけど。なんだ、なんか気持ち悪いな。なんか進展があったのか、犯人のな。真犯人の進展があったのかもしれないね。それで、何の用です？タバコ吸うな、お前。検察内部に、裏切り者が一人いる。お前の隣にね。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は、創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。おお、あんた心当たりは？さあ、ありませんね。やばい。捜査資料の横流しだと？たく許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。めっちゃ見てるぞ。話してもそれだけですか？大丈夫か？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう明日、泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。なるほど、この刑事たちは泉田検事のお使いってわけか。俺を犯人扱いする根拠は？
それは捜査上の秘密だよ。秘密ね。とにかくお前は地検に行ってケンジと話せ。潔白ならなんてことねえだろ。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た、そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田健二は知らない仲じゃないんだろ。なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。本当だよ。じゃあ行けばそれも分かるのか。さあな。そいつは健二の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。あの上司にずっと連れ回されててね。まるで身動きやっとる。お前だけ残ってるとめちゃくちゃ不自然だろうが、お前。そうらしいな。帰れ。お前もう疑われんぞ、また。誰だ。もしもし、八神さん。おう。ああ、そっちはどんな調子。半年前、橋木のテーブルについてたこと友達になりました。やっと繋がったぜ。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。やっとここからまた物語が動き出すんだね。あれだね、なんかもうめちゃくちゃもう一日濃すぎて、もう24のジャック・バウアー並みに濃い一日過ごしてんぞこれ。めちゃくちゃだよ。俺の3ヶ月分4ヶ月分ぐらいはあるわこの一日で。まあとりあえずね、まあ、明日あの海老蔵と会ってなんかやる可能性あるみたいなんで、とりあえずテンダーに行って、今日はそれで寝ないとな、早めにな。あーめんどくせえ、めんどくせえのいるわ。あーめちゃくちゃめんどくせえ。どうするあれ、やっとくか。でもこんなところでやってる暇ねえんだけどな。どうしようかな。知らない顔して。知らんか、知らんか。よし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 。榊場ってあのデブじゃねえか。しかもよりによって飯食ったのかお前。だからこれ端っこ通ればギリギリ行けるとかあるから。ダメじゃねえか。お前を倒せばたくさんご褒美が出るんだ。中華料理屋の前で悪いけどミンチになってもらうよ。ご飯ピッコロさんかお前は。ごはーんつってふざけた野郎だぜ。しょうがねえ、やるか。おいおい、おらおら、あぶねえ、あぶねえ。今あれクラスターまた甘い一大事だぜてめえ。あぶねえ、はははははは、くそったれ。もう俺は脱走しみやしない。やりにくいにやっとく。うっ、うわ、ぶねえ、くそ。なんでそうやってさ、マジこの戦闘モーションの悪さよ。何やってんだお前、龍が如くスタジオ。セガさんよ、マジで。あのゼロの時の爽快感はどこに行ったんだお前。なんでこんな反応しねえんだろうな。ストレスがたまるわ。よし、あとちょい。こっちの方が戦いやすいんだよ。あ、くそ。あ、このデブマジ。本当にさ、肥満ってこの世の悪だよね、マジで。太ってるやつ全員嫌いになりそう、こいつのせいで。お前、
やめて。はあ、くそ。マジでクソデブ、マジクソデブ、マジクソデブだ。あいつマジ何なんだ、おい、何なんだあいつマジで。腹立つわマジで、クソ腹立つわマジで。おい、なんだクソ、捨ててやろうかなこのゲームマジ。カットー。あー、クソマジで、今夜は焼け酒だよなあ、マリネ。沙織さん。お待ちしてました。あら、こちらはミカさんです。八神です。少しいいかな。どうも。沙織さんだった、そういえばな。こんな綺麗な人誰だと思ったら、沙織さんでした。ちょっとミカちゃんに癒されようかな、おじさんね。ちょっと、天然娘にさ。半年前に、ミカさんがついた客、この男で間違いない。うん、そう。橋木と正野のことはもう確認しました。ミカさんが二人のテーブルについていたのは間違いないです。その人、正野さんでしょ？うん、そう。二人の様子はどんなだった？まあ、パッと見はよくいるサラリーマンの上司と部下って感じ。橋木さんが上司の悪口言って、それを正野さんが愛想笑いで聞いてて。例えば？どんな悪口？全部木戸さんって人の悪口知ってる？アドデックナインって認知症の新薬。え、おお、知ってる知ってる。ああ、知ってるよ。ちょっと前までテレビでもすっごくやってたもんね。うん、木戸さんはそのアドデックナインを開発してる一番偉い人だって。橋木たちはその木戸さんを悪く言ってたんだね。うん、木戸さんはさ、アドデックナインで儲けたいって人たちから接待とかお金も受け取ってるんだって。裏社会ともつながってるとか星木さんはそう言ってたよ。裏社会？木戸さんがヤクザなんかとつながってるとか。詳しくは分かんない。でも新薬の利権っていうの、とにかくいろいろおいしい話ちらつかせてだいぶ悪毒やってるんだって。なるほどね、なるほどね。まあ橋木さんも裏社会の人間なんだけどねこの世は腐ってるぜ、まったくよ。そうだね、正野の様子でも聞いとく。あいつが生き残ってるっていうことは木戸側なんだろうな。事件のあった夜、ショーノの方は店でどんな様子だった？あの人は私のおっぱいばっか見てた。マジかよ。橋木さんは必死に木戸さんの悪口言ってたけど。ほうほう、じゃあありませんなんか私に気づかれないようにチラチラ見てて、それがかえってキモかった。気持ち悪いな。つまりショーノは橋木の話には興味なさそうだった。うん、そんな感じ。愚痴っぽい上司にむっつりスケベの部下か。でもしばらくしたら橋木さんがこう言ったの。うん、アドデックナインにはなんかでかい問題が隠されてるだろうって。でかい問題って？なんて言ってたっけな。でかい捏造とかでっち上げとか。データの捏造、薬の効果のでっち上げ。そう、それで。なんかアドデックナインってそれくらいできすぎたものなんだって。だからそんなのが急に出るなんておかしいって言ってた。橋木が正野と本当に話したかったのはそこだな。ええ。それで正野はなんて？ただ何もありませんって言ってたよ。でもね、そしたら橋木さん絶対何かあるはずだって怒り出しちゃって。なんか必死すぎてみんなドン引きって感じ。橋木は必死だったはずだよ。え？梶平の会長相手に
センターを潰せると豪語してたんだからな。そうね、これ全部聞いてもいいのかな。ねえ、今梶平ってちょっと言ったから、梶平って名前は出なかったのか聞いてみよう。橋木か正野の口から梶平って名前は出なかった。梶平？関西で大手のゼネコン、橋木はその梶平のスパイでセンターを潰そうとしてた。潰すって、でも橋木さんって副所長とかセンターの偉い人でしょ。ああ、なのに金で梶平に抱き込まれてたんだ。救いようがねえよな。でも梶平って名前は聞き覚えないな。そうか、橋木のことよく覚えてるね。常連だったのかな。ところで半年も前のことよく覚えてるね。だって橋木さん、店出た後誰かに殴られて死んじゃったでしょ。うん、マジびっくりしたもん。確かにな。それに私、アドデックナインのことはもともと知ってたんだ。うちもおばあちゃんがアルツハイマーだからさ。そうか、アドデックナイン本当に早くできたらいいのになって。だから橋木さんたちの会話をよく覚えてたの。うん、なのに木戸さんが実は悪度いいとか聞かされてさ、悲しくなっちゃうよね。そっか。でもね、仮にデータのでっち上げで捏造だったとしたら、そこにね、国家予算だけつぎ込んでおいてね、え、国際的な立場もあるだろうし、いい風にはならないとは思うんだけどね、将来的にはね。その辺はどうなんでしょうか。以上です。ありがとう。疲れてるとこありがとう。もういいの？まあ、助かったよ。気をつけて帰って。ありがとう。沙織さん、明日はお店何時に出勤？ごめん、私今日で辞めるんだ。え？一晩だけだったけど、いつもと違う自分になれたし楽しかった。マジで残念。沙織さん超綺麗だし、これからいろいろ教えてもらえると思ったのに。私が教えられることなんて。でも他に力になれることはあるかも。友達としてね。弁護士だったの？何かトラブルが起きた時連絡して。へえ、弁護士の友達なんて超かっこいい。ありがとう、またね。バイビー。沙織さん、ご苦労様。おかげで助かった。いえ、事務所まで送るよ。星野君たちと集まった手がかりの整理もしたい。ですね。よし。お、てめえ、二度と電話メールかけてくんじゃねえ、てめえ、くそ。キム、おめえだ、キム。てめえ。よし、沙織さんはついてきてるんだね。うん、大丈夫か、そんな走んなくていいよ。ゆっくり行こうぜ。ヒール履いてるだろうしな。こういう時はね、ゆっくりゆっくり逃げるんだよー。カットー。あ、すごいすごい、頑張って沙織さん。逃げるんだよ、そういう時こそ。そういう時こそ逃げるんだよ。よし、 OK。 よし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 、ごめんよ。お帰りなさい。やっぱり綺麗だ、沙織さん。女は怖え。沙織君、これからずっとその格好でもいいんだぞ。まともな客が来なくなります。着替えます。歩き慣れてないね、昼はね。創薬センター副所長の橋木は計画的に殺された。梶平の会長が睨んだ通りで
その可能性は可能か。ああ、髪型まで元通りせっかく染めたのに。それがお前と沙織君で出した結論か。ええ、ハシキはアドテック内の論文にデータの捏造というような問題があると疑ってたようです。そして殺される直前までそれを必死に嗅ぎ回っていた。で、実際何か論文に問題あったのか。僕一応その論文見たんですけど、ちんぷんかんぷんでした。今詳しい人を探してます。ただ論文に問題があるって話はネットでも聞かないですね。それでもハシキはそれこそ重箱の隅つつくように嗅ぎ回ってた。そこでもし何か問題が見つかれば、今頃創薬センターは閉鎖されてたかも。じゃあその何かを隠すためにハシキは殺された。いや、論文一つ守るために殺人まで起きるかね。起きるんじゃないですか。アドテック9の論文発表以来、何百億って予算が創薬センターや厚労省に回っているそうです。そんな大金が動くとしたら、人一人死んでもおかしくないです。問題は誰がハシキを殺したかです。そうな、犯人はハシキを即死させずに死ぬよう仕向けた。相当の腕利きってことになる。つまり直接手を下したのはプロの殺し屋だった可能性が高い。例の黒いレインコートの男だよ。それが殺し屋なら雇った黒幕がいるはずです。ああ、そいつはアドデックナインや創薬センターを守りたい誰かだ。誰かって誰だ。俺なんかには想像もつかないよ。が、そういえばセンター長の木戸はアドデックナインの将来性を餌に悪毒稼いでいたらしい。おまけに裏社会とつながりがあるって話まで出てきた。八神さんはめちゃくちゃ軌道を疑ってますね。ふん、叩けば誇りは出るはずだ。もしかしたら新谷も変に創薬センターへ近づこうとして、それで軌道に殺されたってのか。そうな、その可能性も考えられます。ただそこまで仮説を固める前に、俺はもっと軌道を探りたい。でもこの間の様子だと僕らもう軌道に近づけませんよ。相手はそれこそ時の人ですし。ああ、だから俺らで無理なら代わりに検察に動いてもらえばいい。え、知見に。頂戴した泉田検事と会うことになってるんでね。泉田検事ってついこの間八神さんを逮捕しようとしてたんじゃ。今もそうだよ。明日もその件で呼び出された。そうな、じゃあ検察が俺らに都合よく動くわけねえだろうが。話の持っていき方次第ですよ。それでもしうまく検察を味方にできれば、俺への疑いも晴れるし万事解決です。一体どうするつもりなんだろう。よし、帰るか。検事と話すのはいいですけど、そのまま逮捕されるなんてなしですからね。頼みますよ。まあ確かにな、その可能性も。おいちゃなんだがよ、なんかこう久々に血が湧き立つよ。事件がどんどん繋がってきやがる。もう少し若ければ俺もガンガン行くとこだぜ。おお、若くはねえからな、もうな。よ、休んどけよ。よし、さあ帰るか。